僕正規暗殺事件は、1979年10月26日に、大韓民国のソウル特別市で、僕正規大統領と、車、佐藤哲大統領府警護室長が、近最刑大韓民国中央情報部部長によって、殺害された事件である。韓国では、1 0 2 6事件や、宮井い道事件とも呼ばれている。大韓民国中央情報部部長、 金再慶は僕大統領の古い友人だったが、学生運動の弾圧が生ぬるいとして、しばしば出席され、また、ライバル関係にあった車、佐藤哲大統領府警護室長から、野党新民党の金四ムの総裁就任に対する、阻止工作失敗の責任を負わされ、後継者争いから脱落した。このため、一説では、金が、両人に恨みを持ち、 殺害を計画するようになったとも言われている。10月26日夜、ソウル特別市小六宮井堂にある、KCIA 所有の秘密宴会場で、歌手やモデルなどの部外者も、出席の上で、大統領を迎えた晩餐が行われた。この席上、僕大統領が金に対して、反政府学生らが、富山のアメリカ文化館を占拠した事件について、 責任を追求すると、社室長も追従して、KCIA の無能ぶりを出席した。出席は、長時間に及んだが、カシュラが、晩餐会場に入って、場の雰囲気が、和やかになると、金は中座して、直属部下の牧京柱と、僕吉博を呼び、銃声が聞こえたら、控室の大統領府警護員を、射殺するよう指示した。ほどなくして、金は、 晩餐会場に戻り、再び政治の話が始まったが、KCIA の失態に話が及ぶに至り、19時41分、金は、カッカ、こんな虫けらのような奴を連れて、政治がちゃんとできますかと叫び、車と方に、それぞれ一発ずつ拳銃を発射した。しかし、金の拳銃が故障し、また銃声を、電気のショートと勘違いした職員によって、 ブレイカーが落とされたため、室内の電気が消えた。金は、晩餐会場を一度出て、警護員らを射殺した、僕、吉弘から拳銃を借りると、再び晩餐会場に戻り、車と方に、とどめとして一発ずつ銃撃した。この時、晩餐会場には、他に、大統領府秘書室長の金桂本やホステス二名も、同席していたが、難を逃れた。また、 この日の宮井道は、金の正体によって、陸軍参謀総長の帝昭和大将が、大統領一行とは別に訪れていた。しかし、大統領の接待をしなくてはならなかった金は、部下である、第二次長保の金政将に、宴会場とは別の部屋で、帝の相手をさせていた。間もなく金は、自分が、射殺犯であることを隠して、帝の元を訪れ、 丁や牧教柱らを伴って、現場を離れたが、自らの画帳である南山の KCIA 庁舎では、なく、陸軍本部に向かい、参謀総長である丁に、戒厳令の布告を迫った。しかし、軍上層部にそれほどのパイプもない金の説得は無意に終わる。その後、金桂元秘書室長の証言によって、金の犯行が明らかになると、 緊急国務会議で逮捕令が出され、27日0時40分に大統領殺害犯として国軍保安司令部により逮捕された。その直後に全国に非常戒厳令が敷かれ、定産防総長が戒厳司令官に就任した。捜査は戒厳司令部合同捜査本部長に就任した国軍保安司令官の全都間陸軍少将によって進められ、 金とその部からには後に軍事法廷で死刑が宣告された。僕世規の死によって大統領権限代行となった蔡経華国務総理は事件の一報を耳にしたとき、金日成がこのことを知ったらどうなることかと涙ながらに語ったという。僕世規の不法は北朝鮮との退治を続けている韓国では、 防衛上の見地からすぐには報じられず、その結果アメリカでの報道が先行したため、アメリカに友人、知人がいる、韓国人は、いち早く大統領の死を知ることとなった。この事件により、牧政権の三大中枢機関のうち、KCIA はトップが大統領殺害犯となったことから、また警護室は室長が殺害されたことからそれぞれ影響力を失い、 残った国軍保安司令部の司令官兼合同捜査本部長である前都官と参謀総長兼改元司令官の帝昭和が実権を掌握した。しかし帝は事件当時現場にいながら事実確認をしなかったことが弱みとなって大統領殺害の共犯容疑をかけられ前によって逮捕されてしまう。 軍部に疎く非常事態の収集能力を持たなかった、蔡経過は、翌1980年にかけて、善に、なし崩し的に実権を奪われ、第四共和国体制の終焉、第五共和国体制の成立へと繋がっていった。牧世紀と陸英州の墓30名を超える大弁護団が結成され、ロサンゼルスや国内の大学で除名運動が起こった。処刑後は、 当局により母費の混流も禁じられた。金再慶が大統領の殺害に至る動機についてははっきりしない部分もある。金本人は裁判において民主主義回復のための革命である旨の動機を述べている。一方で国軍による事件調査報告では対立関係にあった社室長に対する不満、職務を満足に遂行できていないことへの 大統領からの叱責などにより、自らの地位が脅かされることを恐れた末の個人的な恨みによる犯行とした。後に、蔡太シビにへの疑惑についての報告を、僕正紀大統領が聞き入れなかったことが、殺害原因の一つであるとする説も出てきている。当時、韓国政府は、極秘裏に、核兵器開発計画を進めており、アメリカ政府の怒りを買っていた。 このため暗殺にアメリカ中央情報局が関与したとする見方があるが真相は明らかではない。いずれにしても僕正規大統領の暗殺によって韓国の核兵器開発計画は挫折した。ストーリーに僕正規暗殺事件を取り入れた作品として映画民族と運命やユゴ大統領有子》や大統領の理髪師、ドラマ第五共和国や 第四共和国がある。他に、小説、漫画、気分はもう戦争にも、僕世紀の暗殺シーンのコマがある。ジェネシスを絵で知られるスティーブ・シャガンの、ザ・サークルは、米国情報機関の関与を絡めたスリラー。2020年には、金正試職による、ノンフィクション、実録系 CIA、南山と呼ばれた男たちを原作に、イビョンホン主演による、映画、 KCIA 南山の部長たちが韓国で公開された。ありがとうございます。